私たちはここにいます。私たちは皆さんが日々の生活において目の当たりにする様々な情報やつながりへの気づきを高く評価しています。そして皆さんの思考や願望を紡ぎ出すエネルギーの糸がどのようにして組み合わされるのかを興味深く見守っています。一人一人が自分だけのエネルギーフィールド、つまりマトリックスを構築しており、これら個々のフィールドやマトリックスが互いに絡み合い、他者と重なり合ってより広大なエネルギーのフィールドを作り出します。これらのプロセスを目に見える形で表現するなら、エネルギーのタペストリー、組み合わさった織物と呼ぶことができるでしょう。このエネルギーの織物は振動し、動き、波を作り、成長し、そして魅了します。多種多様なエネルギータペストリーやマトリックスが存在し、それぞれが異なるパターン、異なる歴史を持っています。エネルギーフィールドへ投入される周波数がより明確になればなるほど、その織り込み一つ一つが繊細になるのです。しかしながら、恐れや憎しみ、偏見のような重苦しい周波数はその織り方がずっと荒く、重いものを生み出します。今皆さんの惑星上で恐怖や憎悪、そして偏見という感情のマトリックスから生じる葛藤、不調和、破壊を皆さんは目の当たりにしています。これらのエネルギーマトリックスは類似の振動、類似のエネルギーを引き寄せるのです。これらのネガティブな感情がどれほど簡単に皆さんのうちに潜む恐れや憎しみ、偏見を呼び覚ますか、注意深く観察してみてください。これらの感情を抱え、この種のエネルギーに同調するとき、皆さんは無意識のうちに、実は皆さん自身が最も反対するはずの恐れや憎しみ、偏見といった感情や状況のエネルギーを増幅させてしまっているのです。だからこそ、可能な限り速やかに自分が放つエネルギーをポジティブなものへと変えていくことが重要なのです。皆さんが他者の微妙なエネルギーの波動や様々なエネルギーマトリックスとの間の相互作用に対してより敏感になっている今、自分自身のエネルギーフィールドをクリアに保ち、浄化し、バランスの取れた状態を維持するための時間を持つことは非常に重要です。現在、社会のあらゆる層でストレス、緊張、不調和のエネルギーが増幅しています。このような時代だからこそ、中心を保ち、感謝、称賛、共感といった高い振動を常に放射し続けることの重要性を忘れてはなりません。これらのポジティブな振動は、周囲の不和や混乱のエネルギーフィールドを自然と反射し、遠ざける力を持っています。皆さん一人一人が、内なるエネルギーフィールドの安定と一貫性を意識的に築き、それを外に向けて放射することは、皆さんが人類に提供できる奉仕の質を大きく向上させます。特に現在のように不和や対立がニュースや世界の出来事として目に映る時代には、このようなスキルと自己規律が極めて重要となります。恐れ、不安、疑念という感情にとらわれることは、長年の習慣や無意識の訓練の結果です。今求められているのは、他者の意識と心を変え向上させるためのマスタリー、すなわち高度なスキルです。皆さんの個人的なエネルギーマトリックスが安定し強化された状態で保たれているとき、それは自然と他の人々のポジティブな変化を助けサポートする力となります。ですから、自分自身の内面と向き合い、自己のエネルギーを高め、清め、整えることによって、より大きな調和と進化のプロセスに貢献していくことが可能なのです。
あなたが個々の人生のマトリックスを管理する能力を持っていることを知ることは重要です。しかし、それ以上に重要なのは、あなたが意識的な呼吸や深い感謝、優しさ、愛情を持って受け入れる行動を通じて、グローバルな集合意識のマトリックスにも影響を与えることができるという認識を持つことです。あなたはマスター、すなわち変化をもたらす力を持つ存在です。あなたはここ、この次元にネガティブまたは不調和なエネルギーを変容させる目的で来ています。今、この瞬間にこのメッセージを聞いているすべての人々は、エネルギーを変え、環境を変える力を持つ変容者、すなわちマスターです。これは皆さんが提供できるサービス、すなわち喜び、感謝、思いやりを持って行う意識的な努力として認識されるべきです。私たちは愛する人たち、コミュニティ、そして世界に対して最も純粋な周波数、最もポジティブなエネルギーを放射し続けることを皆さんが心がけるようお誘いします。これを実践することで、あなたは自分の人生が信じられないほどの奇跡、祝福、シンクロニシティに満ちたものへと開かれていくのを感じるでしょう。ますます多くの人々がこれらの意識的な愛の行為を実践し、意図的に愛と感謝を送り出すにつれ、世界全体の雰囲気やエネルギーも変わり始めるのです。皆さんは変革と成長の重要な時代に生きています。深呼吸をして、あなたの心の神聖な空間に意識を集中させましょう。愛、感謝、共感の感情を育て、強めることで、あなたの内なる力を高めることができるのです。周囲で何が起ころうと、どのような挑戦があろうと、そして恐れや憎悪という低い振動のエネルギーに直面しようとも、あなたは自分の純粋で高い振動を保つ強さを持っています。あなたの一貫した高い振動は、他の人々の振動と共鳴し合い、一緒になってさらに大きな力を生み出します。エネルギーマトリックスが一貫して強化されるにつれ、その影響は波のように広がり、強くなります。あなたの成長と進化のたびに、安心と信頼を持って前進してください。もしかすると、あなた自身の個人的な生活の範囲内では、平和を感じているかもしれません。しかし、皆さんの共有するこの惑星上では、不和、紛争、戦争という現実が存在し、憎悪と恐怖が日常的に生まれています。この状況を転換する力があるのは、皆さん一人一人のうちにある、愛、感謝、思いやりの感情です。毎回の呼吸にこれらの感情を込め、心からの振動や周波数を送り出すことで、紛争や不和の炎が燃え盛る世界に対して、冷却剤のような効果をもたらすのです。皆さんの人生、この多次元のホログラムゲームでは、確かに一定の制御の下で生きていますが、その中で皆さんはポジティブな周波数を保ち、素晴らしい出来事を引き寄せ、愛や感謝、思いやりのエネルギーを拡散させる能力を持っています。この周波数を世界の出来事が起こる広い範囲に拡大し、包み込むよう努力しましょう。ここでの練習はシンプルですが力強いものです。不和を吸い込んで平和を放出し、恐れを吸い込んで愛を放出し、不満を吸い込んで感謝を放出し、憎しみを吸い込んで理解を放出します。この呼吸法は、皆さんが日常生活の中で忙しく活動している間でも実践することができます。この意識的な呼吸の実践は、小さな違いを生み出し始めます。まず第一に、
それはあなた自身を現在の瞬間に確実に止め、強固なエネルギーフィールドを形成し、それを維持する手助けをします。そして次に、このポジティブなエネルギーは、同じ目的で奉仕する他の人々のエネルギーと共鳴し、力を合わせることができます。あなたは多次元的な存在として、あなた自身が思っている以上に、そしてかつてあなたの信念や思考パターンが限定していた以上に、この宇宙に対して積極的な影響を及ぼすことができるのです。私は女神ハトホルです。光と愛の中で常に皆さんを見守っています。皆さんの旅は無限であり、私は常にそばにいます。Thank you.